ほうほうほう。では行くとするかの。でもこの扉って。さよう、わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。これよりお前に試験を受けてもらう。え？この谷を守る戦士になりたければ避けては通れまい。覚悟はできたな。うん。試験にはお主たちの協力が必要じゃ。少しばかり危険なところへ行くのでな。準備ができたら声をかけてくれ。では行くとするかの。でもこの扉って。さよう。では行こう。進むのじゃ。七木から両親の話は聞いたかな。いや、オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だった。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦い命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。当たり前だよ。ほうほうほう。ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう。お主では七木の修行にならん。そうじゃの。
お主が適任じゃな。お前、遠慮がなくなったよな。ほっほー、準備をしっかりな。はーい。星と共にあらんことを。準備ができたら出発じゃ。ちゃんと見ててよ。おう、穴が開くほどな。ほうほうほう。ここって谷底に封じられし者たち、その悲しみの渦巻く場所だ。おう、じいさん、片付くまで取った覚悟を。ほうほう、言われてもそうするわい。はずじゃ。入り込んでいたの。ほうほう。なんだそのギーなんとかってのはよ。この谷の者以外存在すら知らぬ一族じゃ。まあそう焦りでない、時期わかる。ああ、どこまで行きやがった。おい、置いてく気かよ。
Thank you.
く身軽でいいよな。行きやがった。
ってました。離してよ。そっちはどうだ。サムッツスッスッキネル追いつくか。スッスッおい、置いてく気かよ。死んでんのか。彼らが義賊じゃ。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七木よ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。うん、分かった。我らの遺物を探し運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開けるであろう。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり石のように動かなくなってしまうという話じゃ。狙うぜ。
俺の見つめだ。そこだ。はい。との戦いで滅びた後も憎悪が募り、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この